When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am. デコボコにも程がある。いきますか。はい。3、2、1、こんばんは。こんばんは。今日は。なんかさ、立ってるからさ、うん、ちょっとさ、新鮮じゃない？ちょっとね。ちょっとね。なんかちょっとカメラ見た瞬間に、このデコボコさっていうね。こんな小さかったかって思うね。だから台使いなって台。台を今使うといろいろ遠くなってしまうね。そっか。そう。大丈夫、私そんなに。はい。ニコニコ。皆さん、今日はスペシャル回ですね。そうですよ。いつもと違うんです。見てわかる通り。立ってます。Yes。何が起こるんだ。私で考えたよ企画を。なんて言ったって年越しだから。いい？面白いことやって。やらなきゃっけ。コメディアン。いいじゃないんで。コメディアン。コメディアンのあれが。私は待ってるだけでこうやって。頑張れ。終わるの待ってる。頑張れ。お前ならできる。あれさ、立ってるからさ、この身の置きどころがなくてさ。あれちょっとこう、もう引いてみてるから。ということで、今ね、ちょカメラ見てたのさ、ここに材料まだ映ってないんだなと思ったわけよ。なんか一応なってるかな、撮りやすいようにはしたほうが来るから。あ、そうだね、うまく並べましたね。いや、だってさ、これ目の前でも言ってさ、10分ぐらい喋ってたさ、早く食えやってなるじゃん。そこにあんのな。そう、ほんでちょっと軽く線路後ろやって、そう、軽くちょっとこう、オープンした、ね、カメラのフレームから。もう12月ですね。そうですよ、皆さん、年越しだでや。いや、早いよ。そう、2022年で終わりよ。どうします？2022年もう終わっちゃうんだね。2023年だよ。そうだよ。ついこのまま私21年になるって言って、なんかこう明けましておめでとうってやった気がするんだけど。だからさ、だからついこの間あのさ、あの火事が起きそうな花火、あの、うん、ニューイヤーの、じゃあ花火が起こったと思ってもまた来ますから、新しい年は。早いねーって思ったら、もう多分また次8月ぐらいに気づく。え、もう夏じゃん、半分終わってちゃってね、うん、そうだよ。そんでも半分終わったって思ったら、もうまた2023年終わるんだよ。そうだよ。だから皆さん、やることやらんと。やりたいことをやれよ。な、なやってんじゃねえよ。地元にいる先輩みたいな。今しかねえだろ。今だろ。居酒屋ですごい説教してる、この人。今しかないってやるなら。でもさ、個人部だったら。それ聞いてさ、ああまあ言ってるな、言ってる、でもそれでもってこういう事情があってって言うけど、でもそれでも今しかないって話じゃない。まあね、まあ今が一番若い時ですからね。てかその時思った時、頭にさ、こうアイディアが浮かぶんだよ、その時やった方がいいよね。だってアイディアってさ、ずっとここに置くとさ、だんだんさ、錆びてくる。ああ、そうやね、ボヤボヤしてくる。そうで、いろんなものがさ、だんだん優先順位に入ってきちゃって、うん、で結局なんかフレッシュで良かったアイディアなのにラスティでしょ。多分ね、みんなね、アイディアはあんのよ。危ない。そうだよ、アイディアはあるんだけどやらないのよ。実行に移す人がいないから。そうなんだよ。ってやつよ。うちの旦那がいい例よ。なんか俺はああいうアイディアがある、ビジネスで新しいこういうのがあるんだとかいろいろ言ってたけど、その翌年ぐらいになったら全然違う人がやってて、で言ったら、あいつ俺がやってたのパクってとか言って、全然知らない人じゃんわけなんか。だからでもさ、言ってもやってる方じゃない？まあやってる方じゃ、やってる方ある方よね。そう、でもいろいろこうさ、自分の中でポップアップしてくるアイディアとか言うんだよ。だから言うんだったら今のうちやった方がいいよ。誰か絶対いつかやっちゃうよ、すぐに。プランナーなんだね。ただのプランナーであって、実行に移すのは誰かを押してそれやってくれないと。私が、うん、いいコンビじゃん。ケツ叩いて。私そのタイプだもん。いろいろあるけど、ちょっと、ま、ああ、いろいろね、悩んだタイプね。そういうもんよね。そんなもん。まあ、もう2023どうします？今年どうでした？今年どうだったよ、かほちゃん。私たちこれ初めてね。でもうちら初めてよ、これ。すごいよ。これとりあえずや。あのさ、言ってるだけだったらいつでもずっと言ってられるけどさ、やるってことだから、やったから。あ、これはね、私はほらまださ、子供もいないしさ、
あの割と自由な時間、まあ昼間働いてるにしてもあなたに比べたらそんなにあれだけど、あなたにとっては一番多分大変だったと思うよ、まあ、この生活の中にまたこう組み込むっていうの。でもさ、楽しいのの延長だからいいよね。それなのよ。それじゃなきゃできんくね。できない。だからもうそれを仕事にしたわけだから、その楽しいもの延長を仕事にしたい。それだ。だから今すぐやれ先輩出てきてね言っただろ、箱浅くらい楽しいこと言ってんぞ楽しいことをもうあの仕事にできる時代だから、それが一番だと思う。とことんそれであの稼いでや頑張りましょう。ああもうね、来年どうします？来年も楽しいことどんどん。そうだよね、来年。そうだよね。あのさ、うん、私、いや、ポッドキャストこれ8回目？そうですね。の違いもっとだよ、ほんと。何もほら、いろいろ。あ、そっかそっかそっか。はめ撮りがあるから、8回目ではないの。そうじゃん。うん。だからさ、いや、私ほらそういうなんていうの、オンラインとかでさ、こうね、発信する立場になったことって今まで特にないからさ。あ、そうそうそう。じゃあ、不思議だったの。どう思ってるの？不思議だったよ、うん。興味はあったの。興味はあったけど、実際いざさ、こう、誰に向かってっていうわけじゃなくて、カメラに向かって、皆さんこんにちはって言うのって結構な勇気いるもんじゃん。初めては照れくさいよね。でしょ。うん、でさ、まあ、何がさ、楽しいかってさ、このみんなのリアクションが見るのが一番面白いわけ。コメント。あ、そうだね。毎回から言う、毎回言ってんだけど。あ、面白いね。なんかそこでだからなんかそうやってさ、なんかほら肩ポンポンのコーナーで、うん、コメント欄でさ、なんかなんていうの、私もそういう時期ありましたとかさ、こう何励ましの言葉とか、そこでこうちょっと会話が生まれてんのとか見るのが私はちょっと幸せ。うん、そうだよね。うん、だからそういうお世辞とかじゃなくてね、なんか本当にすごいなと思う、うん、そう、コミュニティができちゃうわけ、うん、そこで。それさ、結構強いよな。なんか地域にあるコミュニティとか、なんていうのね、それこそ中学時代のコミュニティとかいろいろあるけどさ、うん、なんかこのインターネットで会う自分たち同じこと考えてる人たちが集まるコミュニティって結構強いと思うんだよね、うん、でしかもさ、それがさ、ヘルシーじゃない、あなたのコミュニティってね。あー、みんなリレーションシップ、うん、それだ。そうだね。別に毒吐く人あんまいないね、うん、なんかちょっと、うん、来るようなこと書いてあっても、なんか、ああでもなんか悪気があって言ってるわけじゃないんだろうな、この人みたいなさ。ああ、それはあるかもしれない、うんうん、なんか、あ、ちょっとちょっと書き方が、そう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 、シャープすぎるとか、そう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 、なんかなんかそういうの、なんかなんていうの、そういうのって本当に発信してる側しか経験できないじゃん。そうだよ。あら、面白いって思ったわね。そう、だってさ、ビデオずっと作ってた時さ、メイクの動画とか作ってた時すごい言われたの、こうした方がいいんじゃないの、ああした方がいいんじゃないのって言うんだけど、やってみじゃあ、ね、大変なんだよみたいなさ、うん、でも見てる側はさ、あ、もうちょっとこうしたらいいじゃん、こうしたらいいじゃんっていうのはあるから分かるんだけど、そう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 、ね、いざやってみるとね、いろいろなところであの気張らなきゃいけなかったりとか、うん、なんかいろいろ考えなきゃいけなかったりとか、ね、結構むずいっちゃむずいんだよな、うん、慣れちゃえばいいんだけどね。でもなんか今のところ見てる限り結構ポジティブなコミュニティだから、それはすごいなと思う。もっとこう広げてきたよね。ね、そしたらなんかもうちょっとパワフルなものになりそうだけど。そう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 じゃん。はい。ということで皆さん、コメントの方よろしくお願いします。あとサブスクもね。イエース。イエース。そう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 、そんな感じで。はい。あと今日は何してた話しようぜ。今日は、うん、俺これ好きなんだよ。今日はね、あの家がぐちゃぐちゃだったので掃除をして、でもさ、1週間さ、もう本当にもう家帰ってきて、仕事から帰ってきて、はい、もう飯作るって、うん、もう、はい、さようなら、本日閉店でございますってなるわけよ。もう何にも、もう朝着替えでなんか使った服とかもさ、もうさ、そんなん触る記憶もない、ね、だって今片付けたって明日の朝また戻るの言ってたな。だからもう一通り想像できる。そうか、だけど週末にやることに決めたと思う。ああ、だからさ、あれよ、曜日決めるの大事よね。あ、そうかもね。私は月曜日食料品買いに行く日だからさ。ああ、で1週間のこうプランするんだ。そうそうそう、だから例えば友達とさ、こうね、プレイデートしたりとか言っても、あ、月曜は食料品の買い出しに行く、これも動きません、うん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 、帰れるんだけど、うん、帰るといろいろ面倒くせえから逆に帰れないみたいな、うんうん、で、秋はこの人この人この日で、みたいな、うん、この時間帯で子供迎えに行かないから
とかさ、うん、あるじゃんね、うんうん、なんかそうやってやってかないといろいろ出てちゃうからね。そうじゃん、曜日自分で決めて、だからさ、私も本当に掃除する日決めたりしよっかなと思ってる、うん、ね、思ってる。それ楽よな。そう、もうね、諦めたもん、平日にやること。もう洗濯とかしない、うん、やらんやらん、無理だもん。そうだよね諦めです諦めとは呼ばないね、それは。もうちょっとポジティブな言い方を探そう。決心分析。あー、そうだね、分析の上での決心、決心、結論。いや、はい、言い方じゃないのだから、うん、そうですね、うん、そんな感じで。そんで私はここに来るまでの道のりで嵐を聞いて聖書を思い出しました。ねえ、そのさ、嵐ってさ言った時に私これ一言言いたいと思ったの。私が付き合いたいなと思ってる人は生田斗真くん。だからなんで嵐と関係あんの。ジャニーズジュニアだから全然ぶっ飛んでるんだけど、でもね、私もちょっと あの人忘れられない。生田斗真くんめっちゃかっこいいよね。めっちゃタイプあの顔。今2階にいる人を見てます。ちょっと思い出そうと思って、ポワ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 ってここに今、ここにこうやって今画像出てるから、ここにポワポワポワ、うちのおっちゃんがここにまあね、それとこれとは別の話ですからね。はい、生田斗真くんかっこいいよね。そう、あの誰、旦那と結婚してる間に旦那があのこの人とならデート1回行っていいよってなら、私あの生田斗真くん選ぶどんなチャンスやねん生田斗真くんを選ぶ。そうなんだ。うん、チキソーソチキソーソチキチキソーソチキソーソレッツゴー。あの時あの人たちがやったの、多分自分たちで何やってるかやっぱり分かんないままあれだったんだと思うんだよ。だってプラスチックのこうなんか半分シルトンのベース着てたもんね。かわいそうだよね、あの若いですね。全部さ、いろいろコントロールされて。いやでもさ、なんかさ、ああいう J-POP ってさ、うん、私最近の J-POP 全然分かんないよ。けどあの時期の J-POP はずっと生きてるね。ああ、分かる分かる。あの中高の時に聴いてた J-POP、 うん、もう永遠だね。オレンジレンジとか、私はもう、ああ、そういう時代だったよ。私も、うん、私もその時代だった。 MD とかの時代でしょ。そうだね、そうだね。 CD があって MD があってだよね。うん、うん、懐かしい。 MD 焼いてとか言って、ツタヤ行って。ああ、懐かしいね。ゲオ、ツタヤかゲオ、うん、あのさ、私 CD プレイヤー持ってたんだけどさ、飛ぶんで。あ、自転車とか乗ってて、パンってこうやってこうやってぶつかって、ドゥンって飛ぶんだよ。聞いてんだから、いいところ。そう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 。また戻った。飛ぶんだって昔のやつ。難しいよね。今のは飛ぶこともないけどね。だって私の時期だってギリギリだって iPod が出てきてさ、高校で。ああ、いや。でっかい分厚い iPod 使ってる子いたからね。軽音の子とか。カタ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 っていうのこうやって回すと。ああ。はい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 。あってなったね。iPod じゃないさ、なんだっけ、あのほらラッパー覚えてる、キスミトゥーダポーンって言った人、ソルジャーボーイ、ソルジャーボーイって覚えてる。知らない。なんで、もう知らない。 J-POP じゃないでしょ。あ、それは全然違う。何その J-POP って。ソルジャーボーイって人たちが歌ってたその曲、キスミトゥーダポーンって歌に iPhone 使ったので、その PV を見て、あ、iPhone 買わなきゃと思って、それで買ったんだよ。あの当時後ろがかこう鏡みたいになってる iPhone でしょ、初代の。そうです、そうです。あ、ね、正面のね。あのさ、いや、あ、その時の話してもね、ちょっと面白いから。いいよ、絶対面白いから。いいよ、私、それで自分のハードル上げて自分の顔締めてんだよ。絶対面白いからっていう、そんなまっすぐの眼差しで見られると私困るんだけど。いや、だって自分でも悩んだんだけど、こう押しとかなきゃと思ったんだよ。あのさ、私初めて iPhone を買った時にさ、リンゴのマークが後ろにくっついてるじゃない、うん、でさ、今ならわかるよ、あのリンゴのマークさ、リンゴだけじゃないわけ、かじられてるよ、ちょっとへこんでんだよ、うん、で私はみんな知ってるよ。いや、でも私はそれを買った時にこのかじられてるのが壊れてると思ったわけで、私は不良品ってこと。うん、で、ずっとあ、でそうそう、カスタマーサービスに電話でさ、あのリンゴの部分がかじられてる、怖っ、リンゴの部分がかじられてるんですけどって何かも言ってたんだよ。で、したらさ、相手の人さ、すっごいもうちょっと分かんないから、あ、はあ、はい、あ、そうですかとか言
ってんだけど、そこでだん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 なんかさ、私がさじわじわとこう、あれもしかしてこれってこういうものなのかなっていうのを分かり始めて、うん、あ、大丈夫です、ありがとうございましたって来たんだよ、その時。怖い。そう、あんたサイコパスじゃんもうリンゴだけのマークだと思ったの。もうなんか最初からもうそう思っちゃったんだろうね。うん、そうだよ。だからへこんでたの見た、壊れてるこのマークのところが壊れてるってどういうことよ。わからない、もうよくわからないの。昔の自分が何かもさっぱりかわからん、意味がわからん。なんか中国とかのこうなんてコピー品とかと思ったわけじゃないでしょ。全然壊れてると思ったでしょ。それとは違う、なんかもうよくわからない、なんでへこんでるのかわからなかったの。もうそういうデザインとかもわからなかったからほんと最後たちじゃん。あんたも頭狂ってんのか、何言ってんの。よく会話成り立ってんだ今怖すぎる、もう牢屋の中のなんかシリアルキラーと喋ってるかと思ったえ、これさ、あのいちいち持ってく、持って引っ張ってこなくていいけど、その昔好きだった人だね。ああ、生田斗真君のつながり。私もう中が好きだった。もう中、もう中学生。あ、なんだそれは。もう中学生芸人の。あ、芸能人でもう中学生って人がいるの、うん、芸人ね。変わらない、さっぱりわかんない。あ、なんかね、なんか可愛い顔してるよ。あ、そうなんだ、うん、だって、皆さん全然趣味違うね、私たちはさ。ジェネレーションギャップでもないんだよね、うちらってね。違う、違うんだよね、もうなんかそもそもフォーカスしたとこ全然違う、その年齢の時な。でもそういう人がこうやって人生でこういつかクロスする時があるんだよ、こうやって。すごい、ね、不思議だよね。大人になってからのお友達ってすごい大事ですから、皆さん。ねえ、友達なんてできないよ、大人になったらね。全然できない。いろんな人に会うけどね。多分ね、ある程度ね、自分の興味がなくなってきたのかも、他人に対して。あ、それもそうだよ。この人知りたいなって人いない。うん。というか、もうちょっとなんていうのかな。ね、自分が必要としてるのが減ってくんだよね。ああ、そうかもね。別にそんなにほらね、子供の時みたいにみんなが友達っていうあれではなくなってくるよね。面倒くさいみたいなのもあるしね。そう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 。今日何してました？あ、聞いてくれるの？あれ、いつも聞くとそれ言うよね。あ、聞いてくるの？いや、ちょっと脱線しまくっての後だからさ、あ、戻ってくるんだと思う。戻る戻る。何してたの？私今日はさ、あ、そうそう、フローレンスがちょっとね、あの熱出ちゃったから、お家にいたからさ、あの、うん、なんか世話しながらっていう感じだったよ。でもね、あの旦那がさ家から仕事してたからさ、朝ちょっとだけ、そうだから走り行ったの今日。あなたすごいじゃない。今日初めて 8.8 なんとか走りました。ね、そこまで走るとさ、どういうタイミングで、あ、やめようって思うわけ。あ、でもはい、走りましたって言ったけど、あの全部走ってないです。それはパチだわはい、それはパチ。なんか1マイル置きぐらいに歩いてるかな。あ、ちょっと歩くんさ。でもみんなそうやってこう距離伸ばしていくって言うね。3分ぐらいだから歩いて、でまた走るって。1マイルはね、きついよ、言ったって1マイル走るの。そうね、走り続けるの。そう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 。だから今日さ、今までで一番距離が長かったので、まあ目標は10キロだからさ、そう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 、マラソンにね向けて10キロ走るために、そういう日々こう伸ばしてるんだけど、今日一番あの長く走れたっていう。すごいじゃん。そう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 。私はゴールの3メートルぐらい前からこうやって隣にこうやってスーッて入って、コーチみたいなフリしてこうやって、いける24時間マラソンみたいな。朝6時半ってことだよ。いや、隣にいる行かない、めっちゃ寒いぜ。多分私が起きた頃にもう終わってんじゃん。終わってんだよ、うん、そう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 、そうなんだよね。多分そのぐらいになるともうアドレナリンがバンバンに出ちゃって。あれいつだっけ、12月11日の日曜日。もうすぐか。そうなんだよ、あと1週間ぐらいだからね。きゃー、そう、まあ、そんな感じでちょっと走って、そう、ちょっと満足したいいことですね。だったよ、うん。では健康的でよかった、はい。ということで皆さん、今日の企画はルンルン言えよお前が言うかと思ったですね、これなんていうのもう一回配信直してください、okay、 はい、はい、今日の企画はですね皆さんがニューイヤーイブのパーティーとか、あとニューイヤーのパーティーとかでね、こう
フィンガーフードとして出せるね、アペタイザーとして出せるようなちょっと一品を私とカホちゃんで試行錯誤をしながら作ろうかと思うんですね。はい。でこれがとても簡単とっても簡単でございます。はい。なんですけども、ものすごくハワイアンテイストになっておりましてね。そうですね。はい。あのポケを使うんですけど、皆さんポケって知ってる？ポケってさ、あのまあサーモンとかマグロとか、それをさキューブ型に切ってですね、マリネするのよね。でそれをなんかこっちの人はご飯の上に乗せたりとかして食べるんだけども、それをさ一から作れるのよ。簡単だから作れるよ。そう、作れるんだけど、ちょっとねマリネする時間が2時間以上とかで長くなっちゃうから、今日私は買ってきました。ですけど皆さんチャレンジしたかったら、何、例えばマグロとかサーモンとかちょっとこう厚めのやつ買ってきてさ、うん、キューブ型に切って刺身用のやつね。そう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 。であとお醤油とかごま油とか、あとごまとかさ、そういうのを混ぜれば、まあ、簡単にできちゃうわけ、うん、でなんかわさび好きな人はわさびちょっと入れてみたりとか、あとちょっとこうなんていうの、スパイシーな感じにしたかったらちょっとねマヨとセラチャ混ぜたりとか、うん、まあ、いろんなパターンがあるんだけど、今日私が買ってきたのはアヒのスパイシーポケです。アヒはそのマグロね、はい、そう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 。スパイシーポケはね、基本的にマヨネーズ白茶だよね、これね。うん、ごま油？そうと思う。うん、そんな感じ。で、チップスも使っていくんだけど、まあやっていこっか、じゃあ。はい。とりあえず。あ、じゃあこれ手元移していきますよ。はい。はい、ということで、じゃあまず、材料紹介からお願いします。テレテテテテテン。テレテテテテテン。俺がさっきのさ、さっきのさ、はい、みなさんっていうやつは、昼の、11時ぐらいにやってる割とシリアスなタイプの料理紹介。笑えないやつでしょ、うん、そう、おばさんがこうやってしっかりしっかり教えてくれるやつ。あ、じゃあさ家庭科の教科書ここさ、かほちゃんが紹介するわ。あ、いいよ、うん、はい、材料いきますわ。あれ、なんでクロスしちゃった？ここ、何言ってんの？クロスしちゃった。私やっぱそっち行くじゃん。まず今回なんだっけ、ナチョスつったね。あ、そうだ、何を作るんだって話やんか。はいはい。ですね、ポケナチョです。はい、ポケナチョなので、まずはいナチョです。でも今回これふりかけワンタンチップスって書いてある。そう、ナチョっていうとさメキシカンじゃん。だからみんなトルティーヤチップスを想像するかもしれませんが、私たちはワンタンのチップスを使います。で、このワンタンチップスもさ、ただその餃子の皮を油にボーンって投げたらジュジュジュってなってチップスができるから、それも簡単に作れるよ。そう、え、最悪さ、これさ別にさあれでいいんじゃないの、こういうなんかコーンのさチップとかでもなんだっていいんだよ。あ、トルティーヤチップス、いや、それでもいいと思うけど、多分ね、私が思ったんだけど、ほらワンタンチップスってさ、トルティーヤのチップスと比べてちょっと薄いじゃんね。それとこのな、あのポケがね、上手には合うなんだろうなと思う。なるほど。そうそうそう、いいですね。なんでワンタンチップスで、はい、ふりかけかかってるやつ。うん、で、これがまず一つ。一つ目。次、うん、海苔。うん、海苔、海苔トッピング。次、メインのポケ。はい、ポケです。これがなんつった、スパイシーアヒポケだよね。アヒポケ、そう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 、フードランドで買ってきましたね。そうなんですよ。はい、みんな簡単につけるからね。はい、で、あ、これは何、グリーン、あ、グリーン、あ、なんだっけ、グリーンオニオンみたいな感じかな。まあ、ただのほら、あ、グリーンオニオンね。いや、冷蔵庫で入ってたやつと、最後にアボカド。イエス、売れたアボカド。そうです。はい、あ、それともう一個、そうだ、ごめん、これなんだけどさ、ちょ、ごめん、なんかこんなパックで申し訳ないんだけど、こんなパックで申し訳、照り焼きソース。おお、なんそんなの持ってたの。照り焼きソースなんです。これあのパンダエクスプレスのお前盗んできたの。いや、だから俺テイクアウトで買ったのもらうやつなんだけど。へえ、そんなのあるんだ、そこ。そう、照り焼きソースだよ。照り焼きソースってジジイが見てる。ジジイ、あれでジジイがポワン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 、諦めた、おじいちゃん。そう、照り焼きソース何でもいいから、照り焼きソース、うちはこれいつもパンダエクスプレスなかったから、それ照り焼きソースって結局なんだろう、あれでもいいんじゃない、あのオタフクソースとかでもいいんじゃない。ダメ、オタフクソース、あのお好み焼きのソース、ちょっと違う、ね、違うね、そう、失礼いたしました。うちの子が
失礼いたしました。照り焼きソースでございます、はい、よろしくお願いします。ということでじゃあ、はい、やっていきますか。はい、やるよ。まずどっからいきます？はい、お皿取ろうね。ですね、まずさ、あのアボカドを潰していく。潰すの？うん、ふん。最初はグッジャケっぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでし、勝った。どういう風な、okay、ここで潰すの？あ、ここで潰しちゃいます。 OK、 私たちこれはさ、すごい簡単に作れちゃうやつだから、なんか秒で終わっちゃうんじゃない？私たちかもしれない。なんかちょっとブラウンなやつや。まあ、フォークがあるでしょ。これでさ、ちょっとその取るんさ、アボカドさんを。まあ要は潰すだけだから、まあ皆さんがいつもやってるように潰せばいいの。ね？まあ、だってね。そう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 。こうやって出してさ、中身を。アボカドうまいよね。アボカドうまいよな。最近アボカドの種育ててんの。あ、本当に？うん。芽出てきたよ。結構時間かかるみたいだね。そう、でもね、コスコのね、アボカドの種はやっぱり出なかったよって思うから。なんだ、プロセスしてんのかな、わかんない。なんかね、ローカルね、なんか友達にもらったアボカドの種でやったら出てきた。あ、本当？うん。あ、じゃあ結構、あ、2回目とかなんだ、やるの。そう、何回か試したことあるんだけど。あ、本当？芽出てきたらあげるね。あ、やった。え、何？木になるわけじゃん。え、木になるよ。なんかね、5、6年経つと本当に収穫できるらしいよ。What？ そう、まずここでこうやって潰すじゃん、うん、でさ、これを潰してる間にさ、あなたさ、私たちがさ、これ、このさ、チップス、あ、このなんだっけ、料理を作ろうと思った理由よ。ああ、どこで知り合ったか、この食べ物。あのさ、私の誕生日にさ、そうそう、姉さんがディナーに連れてくれたわけですよ。そうそうそう。で、あとね、モアナラニグリルだっけ、うん、名前わかんないけどね。そう、なんかそういうなんかローカルのお店で、うん、ワンタンポケナチョス、うんうん、を頼んだらめちゃくちゃうまかったわけですよ。そう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 。そしたら姉さんがまもろに、いや、これうちでもできんなって始めていや、うまいんだけどさ、そう、うまいんだけど、アイディアをもらったわけ。そうそうそう、インスパイアされたわけ。そうそうそう、なの、そうなの。そう、それでね、やってみたんだっけ、あの後。そう、その後しっかりもさ、もう舌に残って味がもう忘れられない。わかる、忘れられない恋人。そうだわけ。あ、もうちょ、本当に忘れられないと思ってで、もう分かっていくから何が必要なのか分からないけど、うん、それでこれも本当今持ってるの全部料理し、まあ、準備してさ、家でやったの最高だったの。はい、こんな感じで潰しましたよ。 OK、 はい、はい、そしたら次よ、お姉さん、はい、これを開けていただいてます。いいよ、ここに散りばめるね。いいよ。ごめん、なんかこんな開拓してしまう。これちゃんと切りたいタイプの人そっか、ハサミを刺せばよかったね。まあいいよ。大丈夫？うん。性格が出てますね。なるほど。はい。で、これを？これは上にわーっと乗せるの。はい。見えない。全然わーっと乗せちゃっていい。わーしていいの。うん。なんかこれすごい美味しそうなワンタンチップだね。うん、あのさ、これさ、普通に餃子の皮をバーって焼く、あの、揚げるじゃん、さっき言ったみたいな、うん、で、それでさ、その後にもう塩かけて、あとふりかけ、これかかってるんで、ふりかけとかかけちゃえば、うん、もうそれで出来上がっちゃうんだよね。うん、そんなもん、うん、もっと、そうそう、こんなでいいんじゃない。はい、 OK、 グッジョー、ハイファイ、イエーイ、There you go、レッツゴー。したら次、赤ちゃん、赤ちゃんみたいなやつがついてそう、そしたら木だよ、ポケ先生が。はい、ポケ先生ね、これ上乗せる。はい、これ上乗せる。うん、ね、うん、これ上乗せんねん。こうボーンって乗せんねんな。あ、じゃあもうこのアボカドはこのお皿の上になんかこう敷く感じなんだね。あ、まあ要はさ、こうスクープして食べるのね。うん、なるほどね。そう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 。だから、まあちょっともっこりしてますけども、うん、あの下の、まあ、上かけちゃってもよかったかもしれないけどね。でもこれの方がなんかアメリカンね。なんかあのなんていうの、これさ、あの工程が楽だよね、うん、他のものを汚さなくてもいいし、ね、とか。そうなんだよ。これさ、スパイシーポケが一番美味しいのかな。うちら食ったのスパイシーポケじゃなかった。あー、そっかそっか。そうだったよね。うん、確かに。このクリーミーなやつの方が合うかも。うん、
あ、そうかもしんないね、うん、あのスクープしやすくってね。うん、私なんかあっさりしてない方が迷っぽい方が美味しいかもしれない。あ、それはそうかもしんない、うん、そうだね。ちょっととびこ入ってないしかもこれ。あ、ほんとだ、美味しそう。なんかプツプツしてるね。ちょっとじゃん。したらね、じゃあ一人はさ、ね、あの森さんをさ、あの料理用のハサミで切ろうや。料理用のハサミで小さめにさ。いいよ、小さめってかね、細長く。いいよ、切るじゃん。で、じゃあカオちゃんはそれやって、私はネギを切る。どこに、このままガーって乗っけちゃっていいの？うん、どんぐらいの小さめがいいようなのに、こんぐらいじゃんね。じゃあ、わかる？はい料理の先生で、本当にもうここペロペロしちゃっていいの？うん、乗せちゃっていいの？あ、いいよいいよ、全然いいよ。もう終わってしまうからねやばい、秒で終わっちゃうこれなんかこれさ、いいよね、あのニューイヤーズのさ、これなんか集まりとかパーティーとかにさ、なんかちょっと持ってかなきゃいけないとか。絶対喜ぶよ。そう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 。しかもさ、このさ、ちょっとこういろんな人がめっちゃ集まるんであれば、なんていうの、小さめのカップさ、ね、100均とかなんか、まあ、どこでもいいけど、あー、カップやって、ね、こうちょっと持ちながらこうスクープして食べれるような感じ。しかもさ、これさ、あれだね、この合わせるだけじゃない、材料をさ。そうなんだ。さ、基本的にも切ってさ、タッパーに入れて持ってって、現場にほら、しけちゃうから。そうだね、そうだね、現場でやってもいいかもしれない、うん、ささっと。これはできるぜ。あ、いいんじゃない？もういいの？カツ丼みたいな感じのりが多い。これどうする、お母さん。これここ入れんねん。じゃあ私が子供のお弁当 の、 あのおにぎり作った時にミコとかやるの。そうそう、小さいのりでミコって。そうそう、それに使う。はい、 OK。 はい、したらもうあれですよ、あなた。ネギ乗っけて、ネギを上からかけまして、なんかすげえ、なんかカツ丼っぽくねえか。なんかオシャンティーなあんな雰囲気がちょっとあれですけども、もうちょっと、まあ、でもこのままじゃない？そうなんだよ。そうで、はい、皆さん、そしたらもうね、この照り焼きソースよ。乗っけるだけ？そう、皆さん、照り焼きソース、家にあるね。ないか。なかったら、使い方わかります？醤油と砂糖と酒を鍋に入れて、こうやって煮詰めればもうすぐできる。でも、それ、おたふくソースじゃないの？え、おたふくソースってあれだろ？なんか、なんだ、なんか、ソースだろ？だってこれソースじゃない？え、何？あ、それ照り焼き味は、私、おたふくソースって何か分からん。なんか見たことあるけど、試したこともないから分かんない。お好み焼き作んない？作るけど、そのソース作るけど、あ、そのソース、うん、じゃあ照り焼きとまた、お好み焼きソースよ。甘いで。お好み焼きソースよ。お好み焼きのソースとこれ違うで。お好み焼きソースだって甘いじゃん。でも違うんだっちゅうね、もう本当にあったそういうことでございます。チュルーンということで、はい、たらー。じゃあこれ映してって、手元の美味しいカメラで。うーん、いいんじゃないですか。ということで、もうちょっとクローズアップして、あ、じゃあそれ、いいじゃないですか。うん、これ試食します。あなたまだ買ってきた。回ってないんだ。えあ、そうだ、もうやだー怖いこういう感じで皆さん、できましたよ。ほら、止まったよ、ほら。あ、多分さ、容量がないから勝手に止まるようになってんで。じゃちょっとこんなことやね。はい、え、ね、じゃあこれ HD にしてみようよ。ほら、HD にしたらできたよ。あ、多分ほら、止まっちゃうんだよ、回っても。はい、皆さん、できましたよ、こんな感じで。あ、じゃあさ、写真撮ろう。そうそうそう、写真撮ろうで。超美味しいんだよ、これ。カメラ止まってる。私、0000何番だから、普通さ、秒がこうやってなんだ。最悪だよ。全部000で撮ってさ、私、ノリノリで帰ってんのに、うそって思って、ちょっと置いた時に、回ってる。あー、美味しい。ね、これさ、サムネ撮っとく？あ、撮った方がいいんじゃない？撮ろうよ。サムネ撮っとこうよ。オッケー。ちょっと近くに寄って、あ、この遠
でもいいかな。いや、近く方がいいと思う。どう思う？だからさ、ちょっとさ、あんまカメラ出しませんめっちゃつけんだけど。かわいい。わかるわかる。あれ、これよね。これ近すぎってびっくりしてる。これ近すぎる。ちょっとかぼちゃ。でもほら、うちをさ、わかる？なんかさ、ライト、なんでこの顔が白いの？え、このそうだよね。これのせいだよね。このカメラのせいだよね。どうすね、マットじゃん。どうすね、あ、こんなでいい？はい、いいんじゃない。見て、このさ、私がさ、ちょっとさ、汗かいてくるとさ、髪の毛やっぱさ、後ろの方が立ってる方がいいんじゃない。本当？まあいいじゃん。なんか、カメラずれたくね。もうさ、ちょっと大丈夫今日。やるね、でも最後までやるね。やるね、やるきるよ。うん、やるね、もう。あ、いいんじゃない。あ、いいじゃん。どうします。これでここにこう、夜な夜なネイバーズ。どこにいるの、ここ。多分真ん中上につけるから、それかここらへ、うん。どう思う。真ん中上、じゃあもうちょっと下がって。あ、じゃあここはさ、私あれするか、ぼかすからさ、なんかクエスチョンみたいなやつ。え、この二人何作ったの、 ったのっていう感じで。いいじゃん。オッケー、いいじゃん。はい、はい、ということで、今日試食します。は、試食します。試食はしないと。あ、それは、じゃあファスティングしてるから無理実証嫌だなと思って。あ、そっかそっかそっか、うん。でも私食べるよ。え、食べよう食べよう。食べよう。ついてるカメラ。ついております。怖い怖い。ちょっとさ、あの、アボカドスクープしにスクープ使ったらスプーンでも使ってくれ。はい、あ、うん、手元のカメラ、あったのカメラ使おうでしょ。あ、そうか、オッケーオッケー。え、何何をすんの。あ、何ビデオ撮るの。うん。あ、いいよ。そうそう、すくってる様子が。うちらも死亡パンパンパンじゃねえか、もう全てが。いい加減整理しろって。ちょっと1個、じゃあ1個消すね。1個消したらこれすぐって言うじゃんって思うじゃん。その後にさ、ちゃんとデリートしたところに行って全部消さんとよ。ここで1個消すだけで足りないねん。え、じゃあそれやったら私消えるじゃない全部。あ、そうだよ、そうだよ。あ、そうじゃん、それしようしようよ。やばいやばい、私もう本当開けた瞬間にじゃあもうスペースないでって言ってるよ。びっくりした。しかも一番最後撮ったやつが虹ばっかり。いい加減にしろって、もう虹で全部10枚以上虹。ダサすぎる。おばさんじゃん。ハワイね、完全にそう。毎日見えるんだけど虹ちょっちゃうっていうね。ちょっちゃう。フードランドのポケってすごい美味しいんだよね。そうよ、うん、私フードランドで買ったんだけど、すごい美味しいの。だからぜひ皆さん、ハワイに来る機会がある方はフードランドっていうスーパーなんだけどね、多分そこにさ、デリって言ってさ、こうちょっとあの重さ量り売りしてるところがあるんだけど、そこに行ってさ、あのポケがね、いろいろ並んでるから、サーモンのポケとかアヒのポケとかなんかいろいろあるの。タコ。あなたが一人喋ってるところで横で私携帯必死にやってるからさ、完全になんかもう思春期の学生隣に持ってるみたいな。もうお母さん勝手に喋ってる。みんな事情わかるから赤穂ちゃんスペース開けなきゃってさ、携帯でね。マジで。そうだから、そうでもね、これいなかったの。あのもし機会があって行く方は、ここのあのポケは美味しいからね、ぜひトライしてみてください。普通にご、あの白飯にのせてうまいっていうのがいいよね、酢飯じゃなくて、ね。あ、そう、でもね、うん、あのね、私やっぱりあれが、そのふりかけが好きよ。あ、ふりかけも美味しいよね。うん、うん、そう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 。なんかもう、ハワイ来てびっくりした、ふりかけとかさ、あのタコのこと、タコっていうの、オクトパスじゃなくてタコっていうし。あ、そうそうそう、そう、面白いと思って。なんかすごい日本なんだよね、いろんなところで。いけるか。あれ、そのさ、戻った、デリットするとこ戻った。あ、そっかそっか、そうそうそう、それやったらやっとスペースが空くのよ。そう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 。でも散々やってっかな、この最後。マジで最後みんなやってるでしょね、取りすぎたら。本当だ、開いた開いた。そうそうそう。あとさ、クリーニングっていうね、アプリがあってほらね、ああ、してくれとか言うからさ、いや、自分で選ばせてって思っちゃう、私。これ横のがいいんだよね。うんうんうん。いいじゃないですか、入ってこと。そこら辺映ってない、大丈夫。大丈夫、あなたのことは大丈夫だと思うけど。いいじゃないですか。えぇーい。ごめん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 。突然、妖怪のおじさんが入ってきた。えぇーい。えぇーい。なんか、もうさ、きっと食べ物に対するさ、
コメントがさ、なんか、なんていうの、綺麗なお姉ちゃん見るときのコメント、綺麗。完全にローカルのおじさんだから、綺麗。いいえ。いいえ。あおぜ。あ、じゃあスクープしてみますか。は、行ってみます。はい、俺が行くの。うん、 OK。 したらね、ちょっと待って、この一番端のやつね、うん、見える？見えるよ。 OK。 したらさ、この下にあんじゃん、うん、こいつを頑張ってちょっと撮るんだけどスプーン使った方がいいじゃん。はい、行けますか。はい、まあ、とりあえずね、はい、うん、たそういうこと。ちょっと待って、カオちゃん、もう一回言っていい？一発目からもう一回言っちゃっていい？いや、違うのかな？綺麗にやりたいね、私は。はい、OK？ そしたら、じゃあ、いきます。はい。あ、本当に美味しそう。どうして、なんか。じゃあ、これじゃちょっとスプーンで取って、うん、で、ここら辺のをちょっとボコンと乗せて。ボコンと乗せて、じゃあ。いただきます。いただきます。どうでしょう、うん、美味しい。あの味、本当に本当の味、本当の味、うん、本当の味。ちょっとめっちゃうまい。やっぱさ、やっぱこのワンタンじゃなきゃダメだよ。トルティーヤじゃダメ。うんうん、うめえな。うん、うめえな、うん、あとさ、照り焼きソースがしっかりとお仕事してくれる。もう休んでない、発揮してるの、しっしっかりと。じゃあおたふく掃除はダメ？ダメだっちゅうね。ちょっとさ、うちら盛りすぎたからさ、あのね、アボカド使わなきゃ。もうちょっと、ちょっとそうしたらいいかもね。そう、そう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 、そうだっけ、そうだっけ。じゃあこの海苔とこのグリーンオニオンもうちょっといただきたいわ。うん、うまっ。うん、うまない。うん、照り焼きソースだわ。うん、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 甘さが効いててちょうどいい。そう、うん、これないと全然違かったのね。自分でやった時さ、照り焼きソース忘れててさ。何でやったの？梨で食べてたの。そしたらなんか足りないなと思って。あ、ね、うんうん、あ、それソースかかってなったの、かかってたなと思ってさ。そう、これいいわ。うまい。いや、ソースだな。うん、だから皆さん、そう、忘れないでね、この。うん、うまっ。うん、ワンタンチップスだわ。でしょ。うん、トルティーヤじゃダメよ。しかもさ、結構カオちゃんが言ったみたいに、やっぱりちょっとスパイシーマヨぐらいがちょうどいいの。うん、マヨが入ってないとちょっと足らないかも。うん、うん、いや、このね、ワンタンはいいですわ。うん、これはあれだね、ほんとにあのちょっとさ、油っぽくていいじゃん。それ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 、そうなんだよね。うまいって。止まんね。じゃあ皆さん、これから私たち全部食べるの全部見てて。もっかんね。だからさ、なんかさ、料理番組でも見てて、無理やり止めてさ、うん、はい、じゃあ次のみたいな。やあるあるある。いや、もっと食いたいんだろうなとか思いながら、でも多分時間とかあるんだろうなとか思いながら、もっと食ったらいいな。うまこ。アボカドもまたいいね。うん、うん、うんって感じ。うん、サンバしてる。うん、カメラ見ないよ。もうね、本当に食ってる。本気で食うよな。うん、もう本気で食いすぎてコメントどころじゃないの。だからテレビの本番の人たちは食べないのよ。そうだ、そうだよね。コメントできないから。でもあれはさ、ちょっとなんかもなんか辛いよな、お腹空いてない人もしたらな。うん、照り焼きソースうめ。うん、ちょっと手洗いや。照り焼きソースって他に何に使えるんだろう。こういう感じの照り焼き、肉焼くときにも使えるの。そうだね、絡ませたりとかね。うまっ。ああ、グリーンオニオンがいいわ。まあまあ、うん、美味しいです。ということで、あの爆弾ぜひみんな作ってみて。爆弾になっちゃった。うん、すげー美味しかった。うん、簡単だし、ぜひ
待って、どうやって締めるこれ、ごめんなさい、ごめんなさい、あの、おはんらんだしぜどうにか締めようとして、どこで締める、どういう感じで締める、ということで本日もちょっと、ごめん、言い方多分食べさせてもらう口切れしようや、口切れしようや、かほちゃんね、もぐもぐしてるから、これさ、ほら、あの、食べ物のコマーシャルとか来るチャンスなんだから、しっかりやらないと、私たち。あ、うまはい、はい、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。はい、本日特別会でしたね。年末最後の、2022年最後。美味しかったです。美味しかったです。そして楽しかった。はい、そして簡単なので、ぜひ皆さん、年末の、新年の、お集まりの時に、そうね、ぜひぜひいいんじゃないでしょうか。はい、はい、ということで皆様、はあ、これで最後ですよ。そうよそうよ、うん、ちゃんと締めてくださいね。そのクーは絶対お前が言うかだろ。お前が言う自然と、自然と締めるのを私に、あの、任せんのねっていうあれよ。うん、ということで、はい、今年もありがとうございました。はい、ありがとうございました。そして来年も、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。はい、ということで皆様、はい、おやすみなさい。Just a lesson that I've learned, and so it goes.